大阪・関西万博特集。今回は頑張ってる学生をピックアップ。本日のゲストはこの方々です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、シルク由来のタンパク質、まあ、昆虫由来のタンパク質でこう関西万博を目指すという団体ですね。何の略ですか？ネクストジェネレーションフードっていう。おお、次世代の次世代フード。かっこいい。かっこいいでしょ。そうなんですよ。というかそもそも昆虫を食べる。そうなんですよ。昆虫食ってやつですよ。いわゆるそこら辺に飛んでるのをペッて取ってペッて食べるってこと？あ、全然いけますよ。いや皆さんいけるんですか？シミ数だけちょっとおかしい。僕だけちょっとまあまあ、異次元ずっと食べてたんですよね、高校生の時ぐらいから。小学生からじゃないんですか？じゃないんですよ。僕普通に小中そんなに虫好きじゃなかった、はい、で高校生の時にイナゴの佃煮あるじゃないですか。あります。で、あれを食べてもうめっちゃうまいやん虫ってなったんですよ。そっから山に入って一人で虫ビュッフェかしてましたね。やばい。ちなみに今まで食べてきた虫で一番何が美味しいですか？うん、まあでもやっぱここにもついてるんですけど、やっぱりスズメバチの幼虫が一番美味しかったですね。幼虫？幼虫がうまいんですよ。あの白いやつですか？白いやつです。ちょっと一ついいですか？はい。サポートメンバーちょっと引いてますね。でもなんでそれを広めようと思ったんですか？まあでもやっぱり自分の好きなものをやっぱり理解してもらえないじゃないですか。まあ高校生の時からずっとなんですけど、あの普通にこう自分で調理してきた虫をお友達に食べさせるっていうのやってたんですよね、ずっと。いや、どえらい顔になってますけど大丈夫ですか？お友達になるなんてよかったなって思うね。例えばなんか、あのあお、なんかお菓子作っていくの流行ったんですよ。で、なんかその友達があのブラウニー作ってきたよみたいな言って、みんなあ美味しいみたいなやったんで、あ、いいや、俺もやろうと思って、あ、俺もお菓子作ってきたよって言って、そのミルワームっていうちょっと幼虫の素揚げをみんなにあげたりとか。こいつが作ってくるもんはやべえみたいな。まあ、ポテチと変わんないですよね。まあ確かに美味しそうですよね。今言いましたよ。え、ちょっと待ってください。美味しそうって言いましたよね今。じゃあここに。こちらです。まあ国産なんで、持ってきたんで。はい、僕らでデザインした。そうなんですよ。これは美味しいから食べてる。生で食べたりとか、その辺の虫を取って食べるのは僕ぐらいだけで、ちゃんと調理したやつはみんな食べるんですよ。食べれます。足がいる。足は生えてますよね、そら。めっちゃ人気なんですよ。あ、いい匂い。エビセン。あ、そうそうそうです。いただきます。眉。めっちゃ美味しい。美味しいですよ。やばい。そうなんですよ。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。え、美味しい。美味しいんですよ。広めていきましょう、コオロギ食を。まあやっぱりその今やっぱ環境問題であったりとか、まあやっぱりそのね、その家畜が出す二酸化炭素であったりとか、ね、メタンガスであったりとかっていうのがすごいなんかこう地球にこうあんまり良くない影響を与えてると。でなった時に、じゃあその昆虫食っていうのがいいですよっていうのを、まあ、一応2013年に報告書が出たんですよね。でめっちゃ注目されてるんですけど、なんかそこで、まあ、その昆虫食っていうのを、まあ、扱うことによって、まあ、この地球をもっとより良くしていこうっていうの で、 そうですね、でやっぱこう次世代フードっていうふうに注目されてたっていうのもあって、じゃあこの万博が開催されるならもうそこで思い切りこう大々的に発表して、こうもっといろんな人に昆虫食を理解してもらいたいなっていうふうに、で競争チャレンジに今挑戦してるって感じですね。まあやっぱ2025年にはやっぱり、まあ、お肉魚で昆虫ってこう並ぶぐらいにメジャーにしていけたらなっていうふうに思ってます。皆さんからお聞きしたい。そうですね、あの今さっき和樹さんがお菓子として昆虫食を持って驚かれたみたいな、でもそれは和樹さんからすると普通みたいな感じだったけど、確かにそう、普通って多分ないと思うんですよ。そうですね。だから昆虫食を食べるのが普通というか、身近に食べれるようになったらいいなとは。確かに。僕は初めその、まあ、清水さんの活動を知る前までは昆虫を食べるなんて考えたことなかったんですけど、そうですね、まあ、この活動を知っていく中で、あ、そんなもう清水さんみたいにバクバクじゃないけど、まあ、ちょっとなら食べられるなって
でそういうふうに虫への抵抗って少しずつ減っていったんで、はい、それをあの僕らと同じ立場の虫を食べたことない人たちにもちょっとそういう認識を広めていけたらっていうふうに思ってます。じゃあなんか私の未来を今見てる感じですかね。あ、そうかもしれないですね。そうですよね、はい、ありがとうございます。本日のゲストは MGF のメンバーの皆さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲストはドット JP さんです。お願いします。はい、お願いします。まあ簡単に言ったら、はい、まあ、こう学生団体 ×NPO 法人っていう、はい、こう団体 で、まあ、結構全国に規模があって、全国に、はい、で自分たちはその関西エリアをこうまとめているんですけど、はい、まあ、その中の、まあ、簡単に言うとソーシャルインターンシップっていうのをこう提供している団体になってます。ソーシャルインターンシップ、はい、なんか企業のインターンシップとまた違って。違うんですね。そうなんですよ、はい、でドット JP としてはその3種類あって、こう地方の議員さんであったりとか、その国会議員の議員インターンシップっていうのと、はい、あとあの NPO 法人っていうところに行く NPO インターンと、あと大使館とかそのグローバル機関に行くグローバルインターンシップっていう、その3種類があるっていうところで、学生さんがインターンシップに行く運営を自分たちがしてるっていう。運営をしている、はい、自分自身がその入学式ちょうどに、そのコロナがちょうど流行りだして、言ったら2ヶ月ぐらいこう何にもない状態で、でなんか自分も高校卒業して、なんか晴れて大学生のみでこうめっちゃいろんなとこ、こういろんなキャンパス行ったりとかできると思ったんですけど、そうコロナが流行りだしたんで、すごくもうずっと家でしたね、3ヶ月ぐらいで。その時にたまたまその先輩が声かけていただいて、でなんか夏休みの対面、コロナ中でもこう対面でうまくやりながらやってるインターンシップっていうのがあるんだって、すごくそこに惹かれて自分を始めました。私2年生の夏に行ったんですけど、もともとその友達がこのインターンシップのスタッフをしてて、ただ最初に声かけられたのは1年生の冬だったんですけど、あ、はい、その時はちょっといいかなみたいな一旦春過ぎて、そう一旦やめといてもう一回声かけても、そんな言うんやったらまあ参加するよみたいな感じ、結構なんかノリと勢いみたいな感じで参加してみて、意外となんか自分が思っているよりいろんな経験ができたっていうのがあって、そうですね、そうなんです。だからじゃあそのままちょっとインターンシップのスタッフまでしてみて、もっと経験積もうかなっていうので、今ちょっとスタッフになってるって感じ。新しい扉を開いた。そうなんです。まあ自分自身がすごく万博がめっちゃ好きで、自分に住んでるところに万博来るやんみたいなんで。本当ですよね。大学生ってすごく、まあ、大学の講義の中で終わっちゃうからこそ、うん、やっぱそのなんか外に出ていろんなこう学びっていうのをこうやってもらいたいっていうところで、まあ、自分たちの団体としてはこうジャパンプロデューサーの創出っていうこう理念があって、なんかもっとこう若い人たちがこう元気にいろんなこう挑戦ができるようにっていうところで、まあ、なんかそのきっかけの一つとしてそういったインターンシップをっていうところで、はい、なんかそういろいろこう自分もスタッフしている中でこう考えてたら、なんか未来をこう生み出すっていうところと、あとなんかその万博のその未来社会をこうデザインして、こうなんかすごい新しい最先端のものが集まるって、なんか一緒にできそうだなっていうのをすごく感じて、やっぱりその自分が支部を運営していく上で感じていることとして、なんかそのせっかくその万博ってなんかもうめちゃくちゃ世界的なイベントじゃないですか、はい、なのにやっぱりそのあまり活用できてる人っていないかな。そうですね。社会と、まあ、我々学生どんどんやっていこうよっていう社会をちょっとつなげる橋渡し役みたいなのをちょっとになっていこうかなっていうふうに思ってます。野口さんはなんかそうですね、あの彼は大阪の方の NPO 団体をこう管轄してるんですけど、私は兵庫の方の NPO 団体を管轄してるっていう感じになるんですけど、なんか万博ってそのいろんな国のいいものとか、それこそ日本のいいものとか関西のいいものがこうなんかギュッて集まってて、すごいなんかワクワクするなっていう風に思うんですけど、で私たちは何できるのっていうと、兵庫県って結構丹波篠山であったりとか、はい、ご存知ですか？あ、もちろんです。私兵庫県尼崎出身なんです。そうなんですね。だからなんか豊岡とかそういう上の方のね、はい、そういう地域ってなんか結構あのその地域特色のいいものであったりとかの売り方みたいなのが、アピールの仕方がめちゃくちゃ上手、自分たちもいいものとかそのこういう魅力があるんだよっていうのを、うんうん、なんかどんどんアピールしてって、もっといっぱいいいものとかワクワクするものを
自分たちからこう引っ張って見せていけたらいいなっていうふうに。おー、つないでいける、はい、社会に向けて、はい、未来に向けてつないでいける代表。明るいですね。ありがとうございました、はい、では本日のゲストはドット JP の皆さんでした。 Thank you very much。 本日のゲストはこの方々です。お願いします。お願いします。具体的には、チューンなのであの音楽に関連したイベントを、ねはい、やっていますので、イベントを、はい、されてるんですね。はい、万博においては、e シンフォニーというですね、 e シンフォニー、はい、e スポーツであるじゃないですか。あ、はい、あれのネット上でスポーツをゲームするじゃないですか、はい、それになぞらえてあの e シンフォニーっていう名前で、まあ、具体的に言うとそのオンライン で海外の学生と合奏をするっていう、合奏をする、はい、しております。オンラインで海外の学生と合奏する、はい、楽器を吹くってことですか。楽器を、そうですね、あの主にはあの電子楽器になるとか、万博においては100カ国の学生と一緒にオンラインで合奏をしたいと考えていまして、活動理念として、はい、あのユニティっていうことを挙げていまして、でそこであの A チューンとしては、あの各個人が自分とは異なる相手の背景や立場を尊重し合える社会万博関連で集まっている企業とか学生団体とかっていうのが集まっているので、はいはい、まあ、それの、まあ、一つ万博を盛り上げるためにその一つのアクションに、関われたらなっていうのが一つあるんですけど、うんうんうん、そういった企業だったりとか、団体に、自分たちの活動をアピールしていって、うんうん、万博に出るために、まあ、一つちょっと発信をしています。E シンフォニーを開催するっていうことにあたって、そうです、ね、100カ国の学生とあの合奏をするっていうところを目指しているので、うんうん、まあ、まずはその学生集めっていうところにあのいろいろこうユニティっていうコミュニティを、うんうんうん、あの広げて、日本のみならず広げていけたらなっていうのが、うんうん、まあ、一つ大きな目標にはなります。じゃあこの先100カ国を目指してやっていく、いろんな国に声かけて、そうですね、そういった100カ国の学生集めのみならず、やっぱり学生が声をこう上げるような、まあそういった役割も担っていきたいと思うので、ユニティっていう対象を広げていきたいと思ってるので、まあ学生のみならず、そういった方々とも一緒にこうなんか、まあ、連携できたらなとは思っています。ありがとうございます。では本日のゲストは A チューンのお三方でした。ありがとうございます。